おはようございます。今日はね、一回も来たことないということで何回もね動画載せてたんやけど、残念でした。来てました。なんでかな思いましたらね、はい、常念和久本でございます。これね、前は縁本岩だったけどね、確かね、現在は全部公園墳、69メーター、高さが7メーター、5世紀の後半、なんか出たんかね。ああ、円筒埴輪、それしか出ないの？他には？ああ、家型埴輪、末期、副葬品は2名ですか？そうですか。はい、こんもりと山をね、前方公園墳の方がね、山持ってくれとるけど、もう手前は公園になってますからね。あれは何だろうな。だから数十年前やから何にもなかったな。まあ本当あんな山もなかったんちゃうかな。なんか見に来たことあるんだけど、なんかね、これ発掘された後やったんやろな。全然忘れてましたね、名前をね。常念和久本。ちょっと雰囲気を登ってみましょうかね。そんなんこんなんで初めて思ってきたんやけどね、来てましたわな。あれ、上上がらへんの？こっちから上がれるか。ここから上がってくれ。墳頂上がれますよ。うわぁ、おお、最高やだこれは。おお、すごいすごい。これ登った初めてでございます。いつもどこを止めたかな。いつも止めてた場所わからんな。これくるっと回ってて、あっちやな、あの辺やね。あの辺止めてたよくね。あの辺に、あの入口によく止めたね。それから今ね、こっちの方の左側ね、あの辺もよそめたな。よう覚えてますわ。いいね、最高の眺めでございます。これ前方後円墳やけどね、後墳の方には子供のね、遊具とか置いてあるね。あれ、あれ違うか、あれは運動場でございますか。いやー、最高最高、眺め最高でございます。あの古墳は二、三代古墳かね。そうやな、二、三代古墳や。あれ一番綺麗よね、境の中で、あの見れるのは墳丘がね。特選道路なんか墳丘なんか見えへんからね、正面以外は、廃城以外は見られないからね。この古墳が一番綺麗やろ、二、三代古墳。もう雰囲気が全部ずーっと周り歩きながら見れるんでね。あの向こうはなんだ、あれは、あれが日本で3番目の天皇陵古墳かね。こっちが仁徳天皇陵。そんな感じかな。はい、常念和久古墳でございました。回ってないって来たことないで、あの来たことないって動画で何遍も言ってたんやけどね、来てましたわ。ほんで前回もあのナビで来た時に全然違うとこ指すもんでね、こっちここに来れてないねんって。ここまで来ればね分かるんやけど、今日もだから全然その常念和久古墳ね、来たことないと思うイメージで来てるから、ほんで 前まで来て、あっ前は来てるかなあっちな感じでね。はい、ありがとうございました。ああ、いいね。長いことね、ここ工事してありまして、何が工事だったか知らんけどね、いつも来るのにね、この横あたり、よう工事してありましたよ。だからもう何て言うでも前話ですわ。この横に止めてました、よくね。この辺止めてた、この辺によくね。
記憶残ってさ、この時間待ってたよね。あ、山があるなって感じやからね。何にも考えてないか当時はもうね。はい、そんなんで。それこそ5編や10編じゃないです。もっと来てますわ、ここね。よく止まってたんで、ここで。ね。いや、恐れ入りました。来てました。ありがとうございました。城の山古墳でございました。ありがとうございました。